さらにこのプレビュー数を超える演奏シーンが。75年の歴史を持つデンマーク国立室内管弦楽団。取り出した赤い物体はトリニダートスコーピオンというギネスにも認定された激辛唐辛子。コンサートマスターも指揮者もみんな口に頬張りました。激辛唐辛子を食べても全く音が乱れない演奏はまさにプロ根性。指揮をしている激辛プロデューサーチリ・クラウスさんの呼びかけで異例のコラボレーションが実現したんです。唐辛子が音楽に情熱を加えるかもしれないと面白いアイデアだと思ったんだ。じわじわとやってくる辛さに涙を浮かべ、団員たちは必死の形相で演奏します。音楽家がこんなに情熱的な演奏をするのを見たことがない。このオーケストラに涙が出てくる。未来のクラシックオーケストラにもっと唐辛子を。そしてもう一つの理由、実はこの楽団、国の財政難のために今年いっぱいでの解散が決まっているんです。唐辛子を食べて演奏することで音楽家というものがいかに仕事熱心か、彼らのプロ根性を表現しているんだ。財政問題で楽団を解散するという政府の対応への批判めいた意味もあるんだよ。すでにこの動画は200万回以上再生。団員たちの体を張った演奏は人々を魅了し、楽団の存在を世界に広めました。なんか単なる話題作りじゃなくて、なんとかしたいっていうこの楽団の皆さんの思いが、いや伝わってきましたね。伝わってきましたね。辛いっていうよりこれ痛いんですよね。これでもこれでね、もしよしって存続したら、このパフォーマンスはやっぱり今後もちょっと求められてしまうところはあるんですけど、ね、そっちの心配です。またお願いしますっていう。今のところはこのデンマーク国内室内管弦楽団は解散が決まってしまっているということなんです。これだけ伝統があるのにねえ。いやでもね、一人当たり GDP なんか日本より高いはずなんですよ、デンマークは。だからよっぽど財政規律が強いんじゃないんですかね。日本なんかゆるゆるすぎるけど。そういうことかもしれませんね。いや事情知らなかったらこんな感動的な演奏会ないですよね。そうですね。多分ね、タバスコの何百倍か何千倍かぐらい辛い世界で。おっしゃる通り、そうです、そうです。ハバネロの5倍だそうですけどもね。うわー、アバネロはね、60万スコビルとかなんですよ。そうです、まさに、というか、まあ、皆さんそれぐらい思いを込めてやったというちょっとね、思いを買っていただきたいなという、そういった映像でした。すごい。さあでは次参りましょうか。こちらは旅するぬいぐるみが大盛況です。